はようございます。釣り子 TV です。7月1日本日ね、発売開始っていうことで、早速手に入れてみました。これね、サニーブロスね、あの動画でもね、たまに取り上げたりしてる、最近だとあのナックルホッグとかね、ああいったルアーね、作っているメーカーなんですけども、あのサニーブロスが手掛けたビッグベイトっていうことで、何やらね、気になる要素満載なんで手に入れてみましたけども、パッケージがね、まずね、こんな感じ、かっこいいですね。なんかね、黒いねケースにこうね、これちょっと読みづらいかもしれないんですけど、よく読むとね、ここにね、文字がね、ずらずらって書かれていたりして、表はね、こんな感じのパッケージ。ね、サニーブロスってね、案外なんか置いてあるお店と置いてないお店があって、自分の印象だとあの、ブンブンとかね、手に入りやすいんじゃないかなーなんて思って、あとはね、上州屋さんでも取り扱ってるところではね、最近ね、ワームとか、シンカーとかね、よく見かけたんで、そういった、まあ、お近くの取り扱い店で買うことができるんじゃないかなと思うんですけども、7月1日にね、登場っていうことで、ブラッドスタイル。ね、ルアマガフェスの時に初めて見たかな。ルアー配りお兄さんがですね、これ一押しですよなんて言ってね、紹介していたのね、覚えているんですけども、サイズ感がね、程よさそうだなっていうところと、あとサニーブロスのね、インスタグラムとかでその作っている時にね、これの動きとかがね、よく出ていて、まあめちゃくちゃね、くね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 ね、いい感じで動いていたんですよね。ぜひ、まあ、ブラックバスをはじめね、シーバスなんかにも効くんじゃないかなっていうことでね、使ってみたかったんですけども、早速ね、開封していきたいと思います。これずらして、はいはいはい。ブラッドスタイルっていう名前からね、その、自分の、まあ、なんだろう、好みに合わせていろいろ、リップをつけたりなんだりして改造できるよみたいな話だったと思うんですけども、その一番、まあ、吊るしの状態というか、まあ、これで使ってねっていう、まず第一形態のパターンって感じですかね。こういう感じで出てきて、そして、今ね起こしてったんですけどね、スペアテールがね最初から1個ついてくれております。はい、ブラッドスタイル出してみました。顔がすごい精悍な感じですね。目も特注なのかな、ちょっとね、まん丸お目目じゃなくて少しギロリとね、睨みを効かせるようなそんな感じの、目になってまして、あ、ここなんだろう、リップつけられるのかな、ちょっと気になる穴が開いてますね。で、フックは2フックついていて、で、お腹のところにさりげなくサニーブロスって入ってますね。そして、背中の方を見ていくと、あ、ここにね、かっこよくね、ブラッドスタイルっていう風にね、書いてありますね。針は、ピンシャンナー、比較的ちょっと細めの針がね、ついてますね。フッキング重視な感じの、ちょっと細めな。ね、そんな針がついていて、で可動域がこうなってますね。2箇所ね、こう動くところがあるっていうことで、この手の形だと、まあいろんなルアーありますけど、最近あのこういった三連ジョイントっていうのね、よく使ってたな、見たなっていうことで、まだ持ってないんですけどね、もう元祖ね、ビッグベイト SGK のガンクラフトからあのジョイクローシフトっていうのがね、出てるはずですよね。それとか、自分が実際によく使っていたのなんかダウズスイマー。あれね、ブラックバスからシーバスからね、よく釣れるんで使っていたんですけども、ブラッドスタイルも、まあそんな感じでこう、ね、2箇所、ね、こう、曲がるところがついている。で、可動域がですね、こういう感じ。まあ前のところはよくね、動
動いて、で後ろのところはねそんなにこうねめちゃくちゃ動くっていう感じじゃない、ね、こういう可動域です。ただね、動きの動画なんかで見てるとこれがもう本当もっと関節があるんじゃないかっていう感じでグネ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 ってね、うん、すごいね、くねって動いていたね。あの動きはね、ですごいね早巻き対応みたいなね動画だったんで、ちょっと見えバスとかのそばにピョイって入れてねダカ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 ってこう駆け抜けさせていくようなそういったねパターンなんかに効きそうだなね。あとはサイズ感としてはこれねブラッドスタイル178っていうね、名前なんですけども、まあもう最近だとなんていうんですかねジョイクロとかがねその時代を築き上げて178ってね昔はまあでっかいルアーだなーなんて思ったけども最近はねそこまででかくないなーなんてね感じるようなねそういったサイズ感ですよね。なんか違和感なく通常な感じで投げれる大きさじゃないかなっていうことで、まあ何にしても最近だとギラギラ攻撃とかね、登場しましたからね、ああいうもうジャイアントベイトなんていうのがね動き出している昨今で考えるとこの178サイズっていうのはもう結構今となってはだいぶ使いやすいサイズ感なんじゃないかなっていうことで、で7月1日発売っていうことでこの他にもねいくつかね色が出ているんですけども、サニーブロスだとねカラー展開なんかもね毎年毎年ちょっとずつねいいカラーが増えていったりして、そんなところも楽しみだなね。で作ってる最中で聞いたら何やら海用カラーなんかもちょっと考えてるよなんていうのを聞いているのと、あとねサニーブロスからね9月の18日前後だったかな、なんかねちょっとまだ詳細はわからないし分かり次第ね動画でもお伝えしたいんですけども、賞金200万円ぐらいの何やら釣り大会を企画しているっていうね、なんかそんな風に言ってたんですよね。賞金200万と、ってね、あそこのメーカーね、ちょいちょいなんかね、そういう面白企画ね、やるんですけども、霞ヶ浦で、で、多分ね、勝手な予想ですよ。おかっぱりなのかなとかね。それで、賞金200万なんてね、聞いたことないんで、ちょっとね、そこら辺、まあこのブラッドスタイルも、気になるんですけども、自分ね、これのね、情報をね、なんとなく聞こうとしているさなか出てきたね、ちょっと賞金200万円ぐらいのね釣り大会考えてるんですよに、もうね猛烈ヒットしちゃってますね。まあ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 ちょっとねどういう感じなのかというところですけども、まあ、気になる方はねこういうね結構ね D4 って羽物とかねこのブラッドスタイルもまあ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 間違いなく釣れちゃうでしょうっていうことで、サニーブラスのどれが一番動いてるのかな、インスタグラムとかがねすごいね情報がいろいろ出てくるんで、なんだろうよくわかんないななんて方はねインスタグラムでサニーブロスってね検索してみてはいかがでしょうか。備考欄にねサニーブロスのホームページなんかのリンクもねせっかくなんで貼っておこうと思いますので、チェックしてみてください。何にしてもねこういうちょっとね新しめのものっていうのはね魚がねよく反応してくれるからね、ちょっと使ってみるの楽しみです。いつ行けるかな、まずは房総のリザーバーとか、あとはまあ秘境みたいなところでも使ってみたいなね、このあとね続々とねそのオプションパーツなんかも出てくるみたいなんで、あそんなところがね確かねこの、背表紙の方に書いてあったのでちょっとね見ていきたいと思います。ハウトゥーって書いてあります。別売りのリップやテールを使用して多彩なアクションを組み合わせることが可能です。フィールドや自分のスタイルに合わせて使用してください。それがブラッドスタイル178ですっていうことで、まあなんかこの後ね出てくるいろいろなオプションパーツとかでまあ自分好みに、そういうのもね結構最近の流行りですよね。もう、メーカーのこれっていう使い方っていうよりもそのなんだろうテールの付け方であるとか
ね、リップあるなしであるとか、そこら辺をチョイスして自分好みで仕上げていくね、そういうのね、結構最近よく聞くんで、このブラッドスタイルもね、そういうのに漏れずに。でサリーブロスね、ほんとね、ドンピシャでなんか釣れそうなところのねサイズをね打ってくるなっていうね、そういうね印象があります。まあ、最近はね、あのカバー打ちといえばね、ナックルホックばっかりね投げてるんで、あれほんと使いやすいんですよ。でビッグベイトにしてもビッグベイトなんだけど、ちょっと投げやすいかなと、そういうサイズ感でね仕上げてきてくれたんで、早速ね手に入れたんで、投げ込んでみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、サリーブロスからですね、新登場の7月1日ですね、発売開始の、期待のビッグベイト、ブラッドスタイル178、これを開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。